はい、皆さん、こんにちは、ヤヨンでございます。ともしびの星やっていきましょう。ということで、前回こちらの宝箱を開けましたね。で、この辺、ちょっとやっていこうと思うんですけども、で、今回はまずね、このなんか汽車があるんで、ここがまず気になるんでね、ここをやってみようと思います。そうするとこの辺が行けるようになるのかな、と思いますんで、やっていきましょう。ということで、マリオで難しい難易度、行きましょう。まずはキャミーですね、ストリートファイター。エースなんですね。さあ、軽量化、なんで軽量化がいいんだろう。どういう効果ですか。相手の足攻撃がパワーアップ、体力性、ジャンプ力ダウンだって。なるほど、じゃあこれでいいか。いきましょう。さあ、キャミーですね。キャミーといえばケツに食い込んでるからね、クズッとね。お、軽量化、あ、早っ、動き早いな。終点化ではないんだね、普通の場所。そっか、でもこういうところがちょっとストファイっぽいよな。ストファイ落ちるなっていうもんないもんね。この戦場、戦場じゃない、横にね、広い方が確かにストファイっぽいかもな。待って、HP 高くね、最初一緒だった。130もあるのか。またファイヤーボールとかで削っていきながら行きましょう。掴んでバン。てか横に出しちゃってもいいんだよな、 HP 削らなくて。出せんだったらそれで出していいけどな。いけ、全然吹っ飛ばねえな。おお、戻ってくる。あ、やばい、やめろ。おい、お、え、今何もやってない気がするんだけど、最後後ろ蹴りしたかな、自分で落ちてったかな。まあやったぜ、キャミーゲットね。足攻撃強化、足攻撃強化じゃ、一応マリオにもホホファーのキックがあるから一応効果はあるかな。ああ、空中後ろとかも足だから効果あるのかもね、瞬間ね。そうすると雲があっち側も切り開く。おうおうおお、また岩があるじゃん。またお前の出番。お前めっちゃ有能だな、活躍しすぎでしょ。何この辺、溶岩だらけやな。まあ、今回ちょっと下に行こうと思ってるんで、こっち行こう。まずはなんだこれ、スイッチ。お、動いた。機関士がいれば、あー、そっかそっかそっか。あれ、これ前回もやったっけ。あ、前回この辺でやったんか。あ、そうだ。で、機関士がいないから、ここはできないんだね。じゃあ、変更変更。まず、じゃ上は行けんだっけ、今どの辺が行けるの、こっち行けないか。この辺もじゃあ上から回ってこなきゃいけないのか。ってことは、じゃあ上行くか。溶岩の方。こっちの方。あの宝箱まず目指していこうかな。じゃあ、あそこにもファイターいるね。あの辺目指していこうか、じゃあ。こっち行くと、まずそこにも宝箱あるか。じゃあまずここ行こうか。お、ゼービス星人。ほうほうほう、メタライト。ダークサブサイトなんですね。さあ、これで行きましょう。ダークサムス軍団、怖っ。ダークサムスがいっぱい来るとか怖すぎでしょ。ゼービス星人。なるほどね、ブリンスターでの対決。うわー、いっぱいいる。まずはね、やっぱ軍団なんでね、一人ずつ倒していきたい。こいつから倒していくか。そんなに強くないか、こいつらは。あんまり厄介でもないから。なんか適当にやってても倒せそうな感じ。よし、一人倒した。ゼロパーになった。やっぱ撃墜回復が強いね。おし、やったぞ。オッケー、あ、余裕だったね。あとは一人。一人なんかに負けるわけがない。ほっ、ほっ、イエス、オッケー。さあ、ダークサムス倒して、ゼービス星人ゲット。腕攻撃効果、いいじゃん。マリオとも相性がいいね。さあ、そうすると、この宝箱が開くのかな？はい、宝箱が開けられます。さあ、何が入っている？スキルのかけら、20はでかいね。そして、ここも機関士がいないから何もできないと。機関士って誰なんだろうな。お、メデュース。ファイアーエンブレム。リドリーなんだ。オート回復、体力勝負なの？
なるほど。外伝の戦闘曲が流れてるかな今。ファイアエンブレム外伝のエコーズでもいい言うけどね。決戦。おっ、リドリーちょっとでかいよねこれ。うわやべ、体力なんでファイヤーボールとかもすごい有能になるって。遠くにいる、巨大化していくんか。なるほど、そういうことか。巨大化したらあの下が空中下がこれめっちゃ全部入るからね。これ使ってくるね。ダカダカダン。うわー痛い、うわーい。よし待って、ま攻撃力もめっちゃ高くなってんね。あーオート回復間に合わない。19、あとちょっといけるぞ。あーおーマリオいけ、逆向きになるんだよ。いけマリオ、いけ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 、おえーマリオファイナル最高。いいね、アイテムちょうど溜まった。危ねー、炎の床軽減。軽減ってのはな、向こうじゃねえんだもんな。向こうがあればもう軽減いらないよな。やったぜマリオファイナル。体力勝負だといいのかもね。うん、普通の勝負だと吹っ飛ばし力ほとんどねえから、マリオファイナルほとんど意味がないんだけど、強くないんだけど、体力だったらね、色みたいにダダダダダダダカキーンってやってくるからね。いいね。さあそしたら上上、この辺道がよくわからないね。おスコークス、スコークス単体か。ダックハンドでも犬がついてるってことだね。はあ、ははあ、霧が発生してる。あスコークス、え持ってんじゃん。霧向こうなんだね。そうだよな、スコークスといえば霧だよね。確かになんか霧って感じはある。黄色い玉でも入ってくんじゃない、それが B 横な感じ。トゲトゲ迷路の曲じゃないんだね、こっちの曲か。てかカービィのこの洞窟大作戦のステージなんだ。あでもそっか、樽とかあるからね。樽っぽい、樽じゃないか、樽じゃないけど、カービィのまあドンキでいう樽みたいなやつがこことかの、ほらこの下にこのギミックとしてあるから、まあそれとかも結構いい感じに表現できてんだろうね。おバナナだって、バナナの皮が出てくるってことはこれ全部バナナの皮なのかな。うわっぶねートロッコいきなり転がってくんだよ。こんな広いコースでも2人勝負だったらこんなに近くまで寄ってくれるんだね。8人勝負でこことかやるとさ、もうどこにいるか分かんねえからねちっちゃすぎて。ああ耳とか出てるじゃん。たまたまさっきバナナの皮出てただけだよね。何こいつ逃げてるだけ、え時間ある、あ時間ある、あそういうこと、逃げてんだけどこいつ、そういうことね。あれか、まあスコークスといえば確かになんかチャレンジモードとかでドンキーの制限時間があるやつでの勝負が多いからな。でてれれれれれてれれれれてれれ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 れんでれんでれれれでれれれれでれれ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 ってでれれれでれれれでれれ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 、やばいやばい、あてれれれれれれれね、失敗になっちゃったよ。よし、そういうことね。制限時間があるんだね。だから相手に結構逃げ回ってんだ。ガードも結構してたから。じゃあ、つかみとか、いっぱい、使用してった方がいいね。逃げてるっつっても、まあ一応自分から寄ってきてはいるね。まあこんな広範囲のステージで逃げ回られてたら本当にやばかったけど。まあ、つかみメインでいこうね。おい114、もう行くでしょ。うえーい上に投げ飛ばしてトゲに当たって消滅だよ。スコークスゲット、やったぜ。でスコークスは今道端にいただけだよね。はいクリア。さあこの辺スピリットが道になっております。次がダルケル、ほうほうほう、こいつか。これどうせスーパーマンでもついてんじゃない、ドンキーついてないんだね。体力制ですか。炎の床設置、さっき炎の軽減とかでもくれたからね。まあでも向こうがいればね、いらないんすよね炎の軽減ってね、
まあだからストックがない時だよね。あの サポーターのサポーター入れるストックがない時、向こうは今2個使ってるから、まあ、1個しかないやつしか持ってなかったら、まあそれなんだろうね。まあ基本でも向こうを手に入れちゃえば軽減は使わないわけよ。向こうだったら結局跳ねちゃうからね、ボーッつって。うわっ、これマントで跳ね返したい。おいーザマミラー、おいーマントで跳ね返す、おいーファイヤーフラワー。マリオ、ファイヤーフラワーの使い方間違ってますよ。まだ出る？まだ出るか。イエーイ！いやーこれマリオとすごい相性良かったね。ダルケルゲットやったぜ。さあそうするとさらに上へ行けるかね。宝箱あるね。お、宝箱を守ってるのはジェームズですか。そうなんだ。レジェンドは私の実況ではあのストーリー中にはやらないというルールでやっておりますんで、まあ今やればね倒せるというか、スピリットボードでジェームズと戦って普通に勝ったんで、まあ普通に多分倒せると思うんですけども、あのフォックスと戦い、フォックスで戦いたいかな。マリオで戦うのはちょっと違う。ということでレジェンドはまた後回しということで、いつものルールでいきたいと思います。ボルケニオンほうほうほう、映画の主役でもなったボルケニオン。霧があるんだ、なるほどね。霧向こう、霧は強いからね。これでいくか。そうだな、霧で、霧だよな。ボルケニオンといえば炎と水だからな。ボルケニオンの技なんてんだっけ、その霧を熱湯みたいなかけるやつ。ちょっと名前忘れてたな。それいきなりダメージなんや。クッパだね、結局はクッパだな。マリオ対クッパだ。今度はやばい、痛い、うよっ、やってくれるじゃないかクッパ。あっ、えっ、うわっ、えっ、あっいきなりダメージで死んだじゃん。えっ、そんなことある、いきなりダメージで殺されろん。クッパのパンチ食らっていきなりダメージでドーンって死んだし、今はあ、なるほどね。最初 HP が10の差があるわけか。おお、いきなりダメージ、うわっ、あっ、やめろやめろ、いや高っ攻撃力だ。いきなりダメージで殺されるなよ、うわっ。あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、に、あべ、あーく、8HP が、あと少しだったのにな。まあ、だから結局でけえから、スマッシュブッパがなんだかんだ強いかもな。スマッシュブッパ。そっか、あとは強攻撃だな。制限時間ないから、あっちから寄ってきた方がいいね。あー、いきなりダメージとか食らっちゃうか。これとかいいね。ダン。あと上から攻撃しようとすると上こ強上層あれがやってくるから、さっきからあれで結構ダメージ食らっちゃってるんで、あれは気をつけてこい。上からはしない方がいいね。うわ、近寄れねえね。近寄れないからやっぱあっちから来てくれた方がいいんだよな。そう、これなんだよな。お、緑コーラいいよ。あー、やっちゃった、キャッチしたかったのに。オッケー、マリオの拳でドシャーンと倒す、かっこよかったね今の。ボルケニオンゲット、やったぜ。さあそうすると続いては、お、なるほど、ここでメトロイド、メトロイドを倒すと誰がいるんだろうね。ダークサムスかな。サムスはもうゲットしたもんね。なるほど、じゃあこのメトロイド倒して、そのファイター倒して今回は終わりにしようかな。
あと少しは頑張っていこう。粘着床があるのか。粘着床向こう。アシストキラーがあるんか。これいいね。今のでいいか？マリオマンで。ちょっと強すぎちゃうかもしれないけど。まあまあまあ。いいかな。さあ、リドリーですね。メトロイドのアシストがどうせ出てくるんでしょ？うん、出てくるって書いてあるね。粘着か向こう。アシストフィギュアがとても厄介だと思うんで、最初に倒しちゃいましょう。アシストキラーも持ってるんで、早く倒せると思うんで。うわぁ！回復していくんか。なるほどね、メトロイドだからね。やめなさい。あれ倒せるこれ。メトロイドって倒せる？攻撃を与えられなくね？なんでアシストキラーっていうあれ選ばれたん？アシストが出てくるからアシストキラーってか？おすすめじゃねえよそれ。なるほど、多分倒せねえなこれ。これメトロイド避けながら緑倒してけって感じか。あーもうこれ勝てねえな。135じゃ。お、ビームソードがあるよ。あーっつ、やめろ。お、マリオ溜まったぞ。マリオのやつが溜まったところでなんだけど、いけ。全然メトロイドも巻き込まれないね。うわい。なるほど。あー待って、じゃあ変えようぜ。アシストキラーついてたって何の意味もないよ。まあいいか、ルールが分かったからね。これでじゃあとりあえずリドリー、メトロイドから避けながらリドリーを倒していけばいいか。リドリーをね。あー、メトロイド来た、やめろ。で回復してっちゃうか。メトロイドが逃げてるばっかりだともうどんどん回復されてもまた振り立ちに戻されちゃうって感じだから、どんどんリドリーを攻撃していく。うわくそ、あーやめなさい。この硬直してる時間にさ、リドリーに襲われるの最悪。あーもう帰ってこれねえし、変えようか。ワリオマンは強いけども粘着床いらないんで、粘着床がいるか。ハイパースマッシュとかいいかもね。でも粘着床向こうが必要だから2個は欲しいね。いいのか。アシストキラーを消せばいいんだよ。楽々回避、これでいいんじゃね。これでいこう。さあ、じゃあリドリーをとりあえず狙っていくと。やめなさい、やめなさい、やめなさい、やめなさい。ガードでって避けられないもんね。うお、キリリリリリリンって今リドリーじゃなくてメトロイド当たってた。倒せないでしょメトロイド。あ、ズシャンって言ってんね。ひるまないのか。ひるまないけど、じゃあもしかしたら倒せるんかな、メトロイドは。おいしそう。か、床の中にもすり込んじゃったもんな、お前。あぶれ、あぶれ。めっちゃスマッシュぶっ壊してんじゃん。うわー、これ戻ってこれる。うわー、いや強いな。よし、これで倒すよ。じゃあやめろ。でも分かんない、もしかしたらメトロイド倒せんのかもね。倒せんだったら倒してからリドリーと対決したいけどね。とりあえず A ボタン連打もいいかもな。あーやめろ。ふわふわ動いててスマッシュもなかなか当てられねえよな、メトロイドには。結局倒さない方がいいんだな。はい、でも一応攻撃は当たってるわ、当たってるんだ多分。HP みたいな感じなのかもな。あーあー、これやらされた時にリドリーにスマッシュ攻撃やられたら終わるんですよ。ここチャンス、よし、いけそういけそういけそう。ああやめろやめろ、溜まったぞ、お互い溜まってるよ。はい、いけ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 、このままいけ。やめろ、
やばい、これ食らったら終わるやん。あー、当たった、あったよ消滅やん、これ消滅、マリオ消滅しました、残念。いやー結構難しいぞこれ、やっぱメトロイドがとても厄介ですね。なのでやっぱメトロイドがしっかり避けながら、でも捕まったらね、とりあえず A ボタン連打がいいかもしれない、攻撃ボタンが。戻ってくるよな、やめなさいやめなさいやめなさいやめろ、惜しいぞ、法的に攻撃ができている。惜しいぞいいぞいいぞ、あれ何とも効かねえか、うわっ、よし、ブーベランいいんじゃない、あんま良くねえなあーやめろ、お前ふざけんなよやってくれたな、リドリー今でも一方的に攻撃できてたんで、まあ今みたいな感じでね、失敗しなければいけるでしょう。あれ、あぶれ、今落とされてたでしょ絶対、ほら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 、ほっ、今気づいた、え、戦場化したされたマップ、マリオの上スマは当たらないけど、今日上強なら当たるんか、これだったら、あ、当たってたかな今、当たったように見えたんだけど、パイナッポー、いやー上がってこい、おー、イエーイイエーイ、メトロイド撃墜回復、メトロイドゲット、そりゃメトロイドって言って、あのゲームのタイトルでもあるキャラクターだもんな、強いに決まってるよ、メトロイドだもん。よし、さあメトロイドを守っていたのはリドリーか、もしかしてリドリーかダークサムスかもしんないね、このさ、このファイター、さあ誰でしょうか、行きましょう、あ、そういうこと、ゼロスーツサムス、ついにこれここでゲットできそうですね、行きましょう、じゃあこのゼロスーツサムスを倒して終わりにしましょうか、いい感じの7500だって一番近い感じのやつにしたいですが、一番これが近いかな、よし、じゃあ行きましょう、重さ減少してるからな、さあゼロスーツサムス、顎にほくろがあるんだね、さあ終点か、いいですね、いや、ほら来い、ほら、ほっ、はい、おい、いいんじゃない、さあセンサー爆弾、さあそこにセンサー爆弾ありますよ、ダーンイエーイ、圧勝だねこれは、もう完全なる勝利、センサー爆弾でしっかりとどめと、ということでゼロスーサムス参戦やったぜ、スキルのかけらめっちゃもらえるね、ファイター倒すといつも、よし、まあいい感じに進んできたんじゃないか、オッケーです。さあ、あ、左が行けるん？あ、これ行き止まりと。こっちは？あ、なるほどね。お、マメック王者って。なるほど。そうすると、ここ雲がまた切り開くわけか。じゃあ、またここ次回続きからやっていきましょう。ということで、じゃあ今回は、この辺で終わりにしておきましょう。ということで、では皆さん、さよなら。